はい、黒田さん、今日はですね、こういうビッグバンドとかである決めをね、お手本で叩いていただきます。全然、いや、いや、スネアで書いてあるんだけど、いや、そう、書いてあるんだけど、そのまま叩いたらかっこよくなくないですか？もう一回やってみる。これも一緒じゃん。いや、全部すげ、いや、それはちょっと変じゃないですか。まあ、譜面はそうなってるんだろうけど、そう、譜面はそうなってるんだけども、それをこうドラムにうまく置き換えるのがかっこいいんじゃないですか。長い音はロールでね。いや、そうなんだけど、長い音はロールで、ちょっと使い分けはしたんですけど、これをやっぱりスネアだけじゃなくてですね、ドラムセットの他のいろいろ使ってもっとかっこよくなるような、ビッグバンドの CD とか聞いてみたらいいんじゃないですか。まあ、じゃあ聞いたということで、今度はちゃんと気を取り直してやっていただきましょう。そうね、いいじゃないですか。はい、やっぱりね、長い短いをちゃんと使い分けて、適切なところにね、音を入れていくとかっこいいかなと思います。ね、こんな感じでね、やっていただければかっこいいかなと思います。あ、もう一回やってくれるんですか。あ、いいですね。あら、どうしたの。あー、もう途中で譜面読むの嫌なんちゃったのかな。前半頑張ったんだけど、後半ね、やっぱりちょっと譜面が読みづらかったのかな。もう一個やってみましょうか。お、いいですね。譜面落ちちゃった。そうね、前半頑張るよりはね、そうだね、後半の方を合わせた方が音楽的にはうまくいくんです。もう一回やる。よし、やってみましょう。分かんなくなっちゃったのね。そう、タイって結構難しいもんね。ただそうですね、残念ですね。ちょっとこれだと演奏してる人たちもちょっと後半残念かな。で、前半できてるのにね。そしたらこういう場合は後半を頑張って、前半はちょっと無視してもいいから、読めそうなところから頑張ってやっていってみましょう。そう、そこら辺無視してもいいから。もういいじゃないですか。ほら、もう最後の一小節しか合わせてなくても、これで音楽的にうまくいくんです。あ、もう一回やってみてる。なんか気持ちよかったのかな。あー、ちょっと間違えたのね。そう、最後のフレーズだけあったよね。途中までは結構ミスしたんだけど、最後のフレーズ頑張って合わせればうまくいく。だから、前半よりもね、後半重視でやっていただければいいかなと思います。はい、というわけでね、だいぶ慣れてきたんじゃないかな。はい、もう一回やってみますか。あらら、合ってるけどね、その落差が激しい。いや、そこまで思い切り叩かなくてもセクションってうまくいってるから、もう一回やりたいと。はい、やってみましょう。あ、やっぱり叩くと気持ちいいから興奮しちゃうのね。そのシンバルレガートとの落差がさ、そこら辺はシンバルで作ってるリズムとね、同じ感じの音圧でいいんですよ。で、やっぱりちょっとね、落ち着いてね、やってみましょう。はい、やり始める。まあ、特にビッグバンドでこういう決めがあるとね、ついつい興奮しちゃうんですけど、決めのところはもうリズムと同じ感覚の音量のバランスでね、そうこう落ち着いてやるといいかなと思います。はい、それではね、ちょっと落ち着いて頑張ってやっていきましょうね。いい感じ、落ち着いてるんだよ。そう、そんな感じで落ち着いてやければね、
うん、今の感じだととってもいいと思いますよ。決めのとこだけね一生懸命やるという感じよりかは、一緒な感じで同じ感じで歌ってるようにすると今みたいにねうまくいくようになると思います。はい、それではですね、だいぶ慣れてきたところでですね、ちょっといろいろ変わったことやってくれるのかな。おお。おお。まあ最後合ってるんだけど、まあ それぞれターゲットノートに向かってやっていくんだけど、それだとねちょっと難しすぎるかな。うん、まあかっこいいんだけどね、うん、かっこいい、かっこいい、またいでまたいでね、うん、最後はちゃんと戻ってきてるし、ただねそこまでねずらすとね、これはまあ上級者編だからこれはこれでいいっちゃいいんだけど、もうちょっと寄り添った感じのフレーズの方がいいかな。おお、全部裏で、おお、そこまで、あ、もうスティック落としちゃったし、はいね、ちょっとやりすぎかなとは思いますね。芸術的にはとってもいいと思うんで、相手がね、慣れてる人たちはいいと思うんですけど、初めてやるような人にあそこまで崩すとちょっと良くないかなとは思います。はい、じゃあお手本で、そう、ポイントポイントしっかり合わせてね、それぐらいのバランスがやっぱりいいかなと思います。そう、空白の部分を埋めたりとか、うん、そういう風な感じがいいかなとは思いますね。もう一回やってくれるのかな。あ、ちょっと変えてね、フレーズをね。まあこれだとね、決めやってる人もね歌いやすい。でちょっとずれてるからね、芸術的にもいい。今ぐらいのバランスがいいんじゃないですかね。うん、あ、いいと思います。はい、さあ慣れてきたところで、最後いってみましょう。あ、まあいますねこういう人ね。ちょっと気持ちが入っちゃってね、遅れちゃうんですよね。そう、遅れないようにね、だからもっともっとさっきと同じような感じでリラックスして、そうそうそう、リラックスして、ね、肩に力入れてポーンと離す。よし、もう一回行ってみましょう。あー、ちょっと今度走っちゃった。うん、ちょっと遅れてるよ。うん、ちょっと遅れたね。うん、まあここまで遅れてちょっと他の人も演奏しにくいかな。やっぱリラックス、リラックス。うん、あ、もう一回やってみましょう。はい、うん、リラックスしてるね。うん、そうそうそう、そういう風にそれぐらいリラックスできるといいですね。はい、最後うまくできたと思います。はい、黒田さん今日もありがとうございました。